アニメフェスタは俺たちの出演作などが見放題。プレミアム版も何話見てもいいって。一気の量も二気の量も見放題。それめっちゃそそるな。デザインを優先したいから開発でコストを抑えるなんて言うのよ。資料拝見できますか？この要求は無茶ですね。品質に相応の価格が伴うのは当然なので。でしょ。しかしこのままでは。松井さん、俺できないっていうのはちょっと悔しいです。え？せっかく大事な企画のメンバーに選んでいただけたので、チャンスをもらえませんか？分かったわ、私も協力する。 ありがとうございます。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。松井さん、例に気があるみたいね。かもな。それよりお前、こんな時間まで残業とか真面目に全部やろうとするな。そういうとこ欠点だぞ。前にも言ったが、がむしゃらに走っても足を痛めるだけだ。別になんとないわけねえだろ。大会で勝つために練習してんのに、それで怪我して出れねえとかバカみてえじゃん。だから頑張り方を間違えんなよ。わかってるわよ。でもやっぱりやれることは全部やっておきたいし、それに協力してくれるからってレイに任せっきりは嫌なの。言うじゃん。解決策として容器と酸化防止剤を変更します。パッケージの小型化に関してはデザイナーの了承を得ております。成分を変更して本当に大丈夫なのかね。この程度なら問題ないのでは。あともう一押しなのに。やむを得んでしょう。大丈夫です。開発部でも新しい酸化防止剤の再テストを行いました。おお、結果は良好です。それなら大丈夫か。よっしゃ、うまくいってよかった。本当に今日はありがとう。俺が手伝ったんだから当然だろう。本当、レイがいてくれて助かった。お前本当バカだな。わかってるわよ、私はあんたみたいに器用じゃない。バカ、褒めたんだよ。思ったより早く戻ってこれたな。そういや、ここが寮の会社だっけ。あの二人仲いいよね。日高さんって藤橋さんと同じ高校だったらしいよ。日高、あの人は陸上部の日高先輩。あのね、私たち、研修お疲れ様。いい匂い、何作ってんの。相馬の好きなハンバーグ。機嫌いいじゃん。いない間に何かいいことあった？仕事がうまくいったからかな。ふーん。そうま、強引なの。この恋の熱でお前を満たす。逃げんなよ、せっかく8年ぶりに会ったのに。アニメ指先から本気の熱情2、恋人は消防士、ブルーレイ &DVD が発売決定のせいだ。なるほど、今こんなデザインも流行ってるんだな。市場調査一緒に来ね。キスから始まる時に溢れる行動に満たしてやる、誰にも触らせ